はい、皆様いらっしゃいませ。週に一度小座の街に1時間だけオープンする鈴カフェ。この番組は人々が集うカフェをコンセプトに、ご来店いただいた素敵なお客様とともにおしゃべりを楽しむトーク番組です。この鈴カフェの店主、沖縄のモデルタレント事務所カラーズに所属しております、タレントの前城美鈴です。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。よろしくです。さて11月22日ですね、火曜日、今日も生放送でお送りしていきます。今日はなんとすごくたくさんのゲストさんがいらっしゃるので、なのでちょっとだけいつもの鈴カフェとは違った感じでお届けしていきます。今日もねギャラリーさんいっぱいでありがたいです。今日の鈴カフェもぜひぜひ楽しんでください。メールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックス 098-934-8653 098-934-8653 までぜひぜひお寄せください。そして FM コザではユーストリームとツイキャスでネット配信もしています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからもぜひぜひお楽しみください。コメントもお待ちしております。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りします。まずは一旦 CM。 One day I was born, I love Alan drinking. Today I was born, but I lose weight. Because I too much, give me food, give me food. So for I was born, angry monster. Love is what I saw, I enjoy this thing too. I'm fine, so you don't so die. It's up to you.Falling down, my love was shining like a shooting star. Say what? But like who do say I love you, I need you, because I was what angry and monster. So love is what I saw, I enjoy this thing to do and fun. So you don't so die, it's up to you, enjoy.Fat man, but I don't care yet because I'm fat man.
お聞きいただいたのはナイスクラップさんでファットワンでした。鈴カフェお届けしてますのは前白美鈴です。よろしくお願いします。さあ本日のお客様ご紹介しましょう。沖縄で活躍する2つのバンドをご紹介します。ナイスクラップさん、そしてビーファムさんです。よろしくお願いします。こんばんはいや、ハイサイ。もう最初から個性がすごいわ軽く自己紹介お願いできますか。どっちからか言いたいか分からないからじゃあナイスクラップさんか僕から、はい、ナイスクラップボーカルシュレックです。よろしくお願いします。イエッ、ナイスクラップベースチョマです。よろしくお願いしま す。はい、ピーファムボーカルトーモーです。よろしくお願いします。ピーファムのベースボーカルやってますショヤジさんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう鈴カフェ史上初ですよね、こんなに大きいすいません、違うんだ、とろりでしたね今のは、違うんですよ、です多いんです、ゲストさんがね。私自身、皆さん自身にお会いするのが初めてでちょっと緊張してるんですが、歌バンドは知り合いなんですか。いや、全然もう、知り合いですね知り合いなんか、動的に知り合いみたいな、さっきから仲良さそうだなと思いながら見てたんですけれども、歌バンドは結成されてどれぐらいなんですか。僕らはナイスクラップは結成は3年ぐらいです。今ちょうど3年ぐらいです。結成して2013年、2013年に結成して、はい、組みましたので、ね、ピーファムさんは去年ですね去年で CD をすごいですね。それだったら、うん、結成は高校の時にして始めるのが遅かった、ね、始めがね、始めるの遅かったね。そうそうそう、なるほど。やる気だけ、やる気元気だけどんな感じで集まったメンバーなんですか。同級生だね、高校の時の。集まろうって言ったら集まったそうだね軽いなピーファムさんはそうなんです、はい、ナイスクラップさんはどんな感じなんですか。僕らも主体はその高校の友達でやってるんですけど、はい、まあその抜けたり入ったりを繰り返し、繰り返してはないですけど、繰り返してはない繰り返してはない、何回かありまして、何回かあって、宮古島からチョマが来て、東村から、もう一人ギターのユウっていうのが来て、もうすごいね、そうなんです。5人編成なんですけど、はい、半分は地元のシュレック含め半分は地元の友達、あとプラスでなんか2人ついてきたみたいな、ハッピーセットみたいな感じ。ハッピーセットみたいなおいくつなんですか、ちなみに。みんな23です。あ、はい、2バンド合わせてじゃない、2バンドともに4人合わせて、4人合わせて今いないメンバーも合わせてみんな同級生です。みんなですか、はい、そうです。93年生まれってことですか。はい、花の93年生まれ。93年生まれなんです。タメイエイ1993、めちゃくちゃびっくりしました。恋をしたいいですよ、どんどん出していきましょう、それ、はい、すごい。まさか同級生だとは思わなくて。思わないですよね、もう Me Too しかないな思わんかったわ一応イベントの告知で来てもらったんですけど、うち の WB とかメロディーちゃんとやるのは初めて。自分ら初めてです。初めてですね。よくでも一緒にお二バンドはよくライブしたりはするんですか。数えるぐらいです、うん、まあ 1、2回。なんかめっちゃ一気にさ壁がある、距離が生まれましたけど、2、3回ぐらいはあります。おー、まあでもお互い別のイベントに顔出したりしてライブハウスに行ったらいるね、ですね、うん、誰かしらなるほどなるほど。構成、バンド構成を教えてもらえます。バンド構成、どんなボーカル思い出せない、他のバンドに聞くな、どんなで、ボーカルシュレック、はい、ボーカルタンピン、はい、でタンピン、あ、ギターボーカルとかじゃなくてボーカルハッピーセットみたいなで、ギターが2人、はい、でベース1人のドラム1人で5人です。あ、なるほど。じゃあ、はい、ピーファムさん。ピーファムはこっちの、トモ、はい、トモが、ハンドマイク、マイク持って、マイク役です。マイク役、はい、そう、マイクやってそんなのあります。でギターボーカル、ベースボーカルでドラムがいる感じで、で4人、マイクボールをする。そうそう、マイク係がいる。だからこの2人に向かってちょっとちょいちょい
声出して方向変えてね、リポーター的なやつ、そうそうそうなるほどね、そうそうそう、同じ同じ、なるほどね、一緒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 、そんなのあります。まあ、個性同じっすね。同じじゃないけど。まあ、さっき23歳来たね、リーダーとかっているんですか、各バンド。リーダーは、公表してないんですけど僕です。公表、なんで公表してないの。いましたな。今いました。なんで責任じゃない。俺今ドラムって言おうとしたの。あれそれぞれ認識が違う。みんなリーダーです。みんながリーダーです。はい、リオンさんはいるんですか。あ、こいつです。あの、はい、ベースボーカルの翔也おじさん。もうおじさんなんだよ、ね、おじさん、ね、貫禄、同級生なのにひげ濃くてね。貫禄しかない。23ですよね、うん、やっぱこの年代多いんです。23歳でこの業界というかバンドもそうです。シベリアンスカンクさん、うん、まあ、ピアノさん、ナイスクラップさんもそうなんですけど、まあ、私だったりとかお笑い芸人とかにも、うんうん、この93年世代がすごく多くて、なんかあるんですかね。やっぱ花花の93年、ゴールデンエイジ的な。そうそうそう、はあ、めちゃくちゃびっくりしておりますけれども、バンド名の由来とかってあるんですか。僕らはなんかドラムが、あのドラムの彼女がナイスクラップっていうあの服のブランドが好きで、あ、それにちなんでつけました。いいんだ。いいんだ。それでみんないいんだ。あ、で、まあ、ナイスクラップ、いい拍手しようぜみたいな。あ、そうですよね。書き方というか、記述的に、はい、Q、ナインスですもんね。はい、そうですね。それにはあまり意味はなく。まあ、響きですかね。ナイス。語呂的に。もういいかなと思って。なるほどね、もういいかな。いいかなと思って。今更変えてもね、遅いから。確かに。なるほど。ピアムさんは何かあるんですか。いや、俺らは話すと長くなっちゃう、うん、ピーターがいて、そのお家で練習してたんで、まあ、一応ピーターファミリーってなってで、略してピーファミリー。長くないな。話すと長くないな。いやだけどピーターが今一度今いなくて、あー、なるほど、なっちゃうと長いんで、ピーターと誰よっていう、一旦はしょって、はしょって、ピーターの下りはちょっとはしょって、ピーターファミリーの略です。詳しくはウェブで書いてないけど。書いてないウェブで書いてないけど。そうなんですね。コメントもいっぱい来てますよ。AKB ファンさんから、ミセさん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは。レドルフさん、マチオさんからもこんばんはっていただいておりますけれども、こういうラジオとかはされてるんですか、お二人バンドは。僕らは、過去に2、3年前にやってたかなぐらいです。やってたかな。あの、今現在ちょっと触るぐらいです。今現在触りで。ピアムさん、今現在触ってる途中です。触ってる途中。オキラジさんで番組は やってるんですね、はい、あとはゲストでいろんなところに顔出してる感じです。いいですね、いいですね、はい、これからね、いろんなところもね、進出していくと思います。曲作りとかはどのようにされてるんですか。今ね、バックでも流れてると思うんですけど、曲作りとかはどのようにされてるんですか。なんか気づいたらできてる。僕らはそんなことある。そうです、そうです。僕らはノリですね。ノリ完璧に。なんか誰かがこういう風にギターコードとか、まあ、ドラムの子もギター弾けたりするんで、うん、ギターコード振ってきて、それをギター陣でなんか色付けして、でそこに後から歌詞重ねて、でスタジオでこんな感じかなって歌って練ってやってます、ね。じゃあみんなで作り上げるって感じなんですね。みんなでやってます。そうです。楽しいパターンだ。楽しいパターン。すごい。そっちは楽しくないと。いや、楽しくないっていうよりは、うん、僕たちはあの単品で作ってるで。あ、ギターボーカルのりょうちんっていうんですけど、うんうん、が夜な夜な目をこすりながら作ってきて。あ、じゃあ一人が作詞作曲担当。明るい曲を。そう。暗いところで。眠っつって天才肌だよな。まあまあまあ、後で聞いてもらう。テンションと裏腹なことをできる。期待しとこうね。いいですね。まあ、みんな本当はね、皆さんね、呼びたかったんですけどね。まあ、2人ずつっていうことになりましたけれども、これはみんないたらやばい。大変なことになるから収集つかないから。5人9人9人、自分入れて10人ですね。10人もこのスタジオ入らないですね。立ち見影響を受けたバンドさんとかっているんですか、アーティストさんなり。あ、僕らはみんなそれぞれ違うんですけど、す、ね、僕が特に、まあ、影響を受けたのは皆さんそうだと思うんですけど、モンパチ。あ、モンパチはもう一番大きいですね。あ、いつか一緒にとか出たこと。いや、それはまだないんですけど、まあ、いつかというか、
近いんじゃないですか。そろそろ来年とか来年早いな来週来週来週ちょっと早いな来週ツアーの同行するツアー始まってるからいいですね。ピーファムさんはいるんですか。各個人個人はバラバラなんですけど、うん、好きなバンドさんの影響は、うん、けどバンド全体で、まあ、こういう感じにしたいとかっていうのは、まあ、オレンジレンジさんだったりとかグリーン、やっぱ声が分かれてるっていうのにやっぱね惹かれてじゃないけど、うん、自分たちもボーカルはいるんですけどベースボーカルギターボーカルコーラスじゃなくてボーカルって歌ってて、はい、A メロをまたギターが歌ったり、うんうん、B メロを、はい、まあメインボーカルが歌ったりとか、ね、そういうところでね受けてたりします。えーって言った今ね初めて知ったでしょ、うん、そうなんだ。あのねさっき番組始まる前ねめっちゃ時間足りないみたいな話してました全然喋らんやし喋らしたらやばいからちょっと今止めてる。全然大丈夫ですよ。やばい全然大丈夫です。普通としてもう湧き出していく。いやもう喋ってください。もう全然いっぱい そのままでいこう。そのままもう全然喋んなみたいな。いいよ全然いいよ。パンチ伸ばしてこう。パンチ喋りすぎたら止めるんで自分たちのバンドを一言で表すとこれ言っていいのか。あ、な、な、なんでしょう。あ、いいよいいよ。伝わった。沖縄ゆとりパンクです。沖縄ゆとりパンク、はい、っていうのを勝手に背負ってます。ゆとり世代を背負ってます僕らは。ゆとり世代93年ってことですね。あ、そうそうそう。自分もそこにってことです。あ、入って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 背負ってますよ。背負ってます。その分に背負ってます。全てを全てを背負って重いな責任な。そうそう本当ですよ。そうなんですよ。最近、ね、あ、でも素敵、うん、沖縄ゆとりパンク。ゆとりパンクです。93年世代を背負って、はい、ゆとりを背負って、はい、パンクするぜと、うん、パンクしちゃう。やばいっす。ちょっとパンクさせる。背負いすぎて耐えられないパンクしちゃうみたいな。なるほど変なやつだなあの人。ピアムさんは何ですか。どんな。自分たちはピーポップっていうのを歌って。ピーポップまた、はい、新しい。そうですね。J-POP、K-POP に続くピーポップ。ピーポップとは、自分たちピーファムなんで、はい、ちょっとピーポップっていうのやってるんですけど、はい、あのライブとかでいろいろと客と観客とお客さんと一緒にライブを作り上げていこうっていうスタイルを、うんうん、自分たちだけじゃないと一緒にライブしてるのはってことよね。そうそうそう、お客さんと一緒にやってるんだと。それをピーポップっていうのを勝手に作って歌ってます。はい、すごい。バンドさんはそういうのつけるのも得意なんですね。2バンド勝手につけてゆとりパンク。なんなら他のメンバーえそうだったんだって言ったもん勝ちです。他のメンバーにも聞いてみたいわ。自分たちのバンドのここがすごいっていうところはありますか。他とここが違うぞっていう自慢なんかあったら教えてください。動ける0.1トンがいることです。動ける 0.1 トン。じゃ僕なんですけど。ですよね。500キロ。いや違う。0.1。あ、0.1。あ、びっくりした。バカだなあいつ。5だと思った。あれ？大丈夫か？バカなんですよ、ね。初対面ですいませんね。いやもうバカなんですよ。なるほど。マイク持って歌ってる人って。多分このピンボーカルとかだとイケメンとか細身の人が多いと思うんですけど、憧れるみんなが憧れるような人が多いんですけど、その真逆を走るっていう部分と、この100キロにもかかわらず運動量は人の 1.5 倍ぐらい動くみたいなのはもう自分でも大丈夫ですか。大丈夫ですか。痩せないんですか。痩せないです。食べるんですか。結構食べます。痩せたくないです。いや、痩せないです。痩せないんだ。痩せない。でもほら、動ける 0.1 トンって公言してるんだったらもう痩せたらダメですよね。いや、痩せれたら痩せたいけどね。そうなんだ。楽して痩せる方法を探してます。応募しております。希望は痩せる方法。そうそうそう。お三方シュッとしてますけれど。そうそう。なんか聞いてないんじゃないですか。なんかダイエットいいダイエットある。こっちのボーカルがすごいストイックにダイエットしてる。え、どんなことやってるんですか。糖質制限っていうやつで。あ、無理。炭水化物抜き。炭水化物抜きとかってことですよね。そう、でも本当に野菜とかでも糖分含んでるやつがあって、トマトとか玉ねぎとか根菜とかも全然食べれんくて。今日食べたのはチキンソテー。うわー、ね、肉とかは大丈夫。肉は大丈夫。お肉は大丈夫。チキンソテーと葉野菜、あとこんにゃく。葉野菜とおしゃれ。肉は大丈夫って全然慰めにならない。大好きですか。やっぱりお肉ありきのご飯。肉ご飯
オッケーみたいな単品は許しません、ね、そうそう単品はでもセットでそうですよね、ステーキありきのライスですもんね、もうはい、ということですすごい宣言したわピオンさんはあるんですか、自分たちのバンドのここがすごい、どこがすごいんだろうね、みんな喋れることじゃないああそうかも、確かになんかフレンドリー、あーなるほど、うるさいよね、そう、うん、めっちゃ本当に初対面の人からもうちょっといいみたいな、そうそう、あのパーソナルスペースがないことかなあーそれ自分たちでも分かってるな、分かってる分かってる、強みにしたいけど、上でやるって良きも悪しきもだよどっちも兼ね備えてる俺たちのこのスタイルは、実は人見知りなんですよ、絶対嘘だ、本当なんですよ、いやいやこれが初対面でバカとか言われたちゃうんですよね、これはちょっとね引きずるタイプ、あもうだいぶ今日多分家で泣いてる、あ引きずるタイプだなこれめんどくさいやつだめんどくさい、いや絶対人見知りじゃないしめんどくさいとか言われたわ違うんですよ、あのあ鳴らすわいいですよ、もうこれ置いてあはいやったそうこれ、でもお仕事になるとスイッチが切り替わるんですけど、そう、俺たちとじゃ仕事の関係違う、そちょっと待って93年、あ、オッケーオッケー、次行きましょう、はい引きずるタイプだねマイク置くな、マイク置くなすごいな、その93年、こんなばっかり、え、こんなんばっかり大丈夫ですか、大丈夫ですそう、コンビニでも店員さんとかに話しかけられないんですよ、コンビニとかスーパーとか行っても、あ、自分から自分から話しかけたり、話しかけられない、話しかけられたりするとおーってなって身構えちゃったり、ーカード持ってますかとかもダメなんですか、あ、はいみたいな、下向いてはいって、うわーって実は人見知り、しゃべしゃべろ絶対そうだ本当なんですって、カードあるからってまあちょっと分かりつつあるんですけれども、メンバーの中で一番こいつが変みたいな、一応分かり、まあ、ピーファムさんは大丈夫ですいや僕らより濃いやついる、いるいるいる、今日来ちゃいけないやつがいるんですか、いるいる、以上が、これ以上が、今日この2人でセーフだったな、ね、そう、そうなんですか、なんなら安心したんじゃん、安心したよかったよかったって感じで、もっと強烈なのがいるっていうことですか、俺たちの8倍ぐらいやばいな、うん、あれはやばい、本当に天才肌のギターの両親、さっきからお話に出てくる、いい意味で言ったらムードメーカーだね、そう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 、悪い意味で言ったら、悪い意味で言ったら、あの空気読めないやつなんか文句言ってるみたいな、いやじゃあいい意味だよ、いい意味で、いい意味で空気読めないなんかあよく分からなくなってきたぜひ今度はね、一バンドね、バンドごとに来てもらいたいなと思うんですけど、ナイスクラップさんは変な人いるんですか、変な人、いや全部、全員まとめすまともまとも、全員まとも、もう平均的な、あの一般男児みたいな感じの、嘘つくな、ね、男児って女子もいる、ね、あ、女子もいる、そうですよね、一人女子の方いますもんね、なんかボロが見え始めてる無理してるよアベレージです、アベレージ、みんな特に変なやつだなっていうのはないですね、あーうーん、そう、ピーホンさんから見ても、いや、バンドやってるやつ大概変だよねそう、大概シュレもシュレですごいもん、本当になんか超へ、なんか飛ぶもん、飛ぶ、あ、動ける、あーそうそうそう、動けるでいいと、性格の話で、あ、性格なんだそこは変なじゃないでしょ、あー確かに、あー確かに、俺たち個性強すぎるのかな、そうですね、僕らは萎縮してるみたいな、逆に今萎縮してますそうですね、ビーファムのせいでそうですね、だってせいでって言われたじゃあちょっとし、よいよい、し、これなんかの合図にしてない、ちょっと黙れって言われてみんなしーみたいな、もうそろそろフリートークも終わりますけど、まあ今日はね、そう、はい、イベントの告知で来ていただいたんですよね、はい、そうだ、まあそんな、そうだったじゃないまあそういう、どんなイベントかとか、なんでしょう、どんなイベントなんでしょう、誰が喋るって決めたでしょ俺はい、あのさっき聞いたんですけど、ですね、さっき聞いたんですけど前もって聞いとけそうです、あのですね、今月の26日に、はい、沖縄アウトプットさんライブハウスですね、はい、そちらで沖縄アラウンド20ライブっていうのがありまして、はい、ですね、沖縄で今県内で活躍している若いアーティストを中心としたライブイベントで、もっと下の高校生だったり、はい、これから音楽やっていきたいなとか、うん、夢を持った子に背中を押せるようにっていう趣旨のもと集まったメンバーなん です、ね、沖縄で VV だもんね、メンツ、そうですね、もう本当に頑張ってるって思う、自分たちでも頑張ってるなこいつらって思う
やつらが集まったこのイベントは絶対でかくなりますもんね。それにうちの WB とメロディーと一緒にっていうことですね。そうです、うん、楽しみですね。そうですね、バンドだけじゃなく、そうですね、ダンスも音楽っていうジャンルで聴くっていう。はあ、これは、いつなんですか。今週土曜日、土曜日11月26日、オープン、オープンが5時、17時、スタートが17時半、チケットは前売りが1000円で当日1500円ですね。ああ、そう、学生はその料金で、はい、あ、そうか、学生がそうか、うんうん、一般は前売りが1500円で当日2000円、はい、ドリンク代別500円かかりますね、はい、学生に優しいイベントとなってますねこれは本当にぜひぜひお時間ある方は足を運んでいただきたいなと思うんですが、サザンクルーさんとかね、ま、タワレコーズさんも、プッシュしていただいてね、といろいろと、はい、こうやってタワレコにこのイベントの、コーナーを作ってもらってて、うん、それにね、僕らはまだ CD 発売っていうのを全然やってないので、うん、フリーでもちょっと貸してもらったりして、うん、あの結構告知の面でもタワレコさんにはねお世話になってます、うん、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どし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 来てくださいね。はい、ぜひお時間ある方は行ってみてほしいなと思うんです。ここでメールが来てるので紹介したいと思います。はい、はい、サイスーズ、今朝のテレビの地震警報で何かをちびれませんでしたか、心配してますよ。そしてゲストのその他大勢の皆さん、はじめまして、こんばんは。こんばんは。はい、その他大勢大人数で大人数でスタジオの空気薄くないですか、大丈夫ですか。確かに薄いと薄いですかいつも警報が鳴る1分前に目が覚めるという無駄な特殊能力から無駄な特殊能力を神から授かったみーちゅーですよ、ということでみーちゅーさん、いつもありがとうございます。わかるかも、わかるみたい、めっちゃわかる、変な人の時計なのかな。はい、して逆にディスってるけどして、してすずみーちゅー、昨日 FM 小座から歩いて何分かの某シアタードーナツで WB の皆さんが出ている映画人魚に会える日を見てきました。おお、そうね、カナンが主演してますけど WB のね、ねじれてよじれて暇がってしまっている沖縄の考える、あ、沖縄の抱える基地問題を題材に、昔からある沖縄の文化、風土、風習を取り入れ、いろんな角度からいろんなことを考えさせてくれる面白い作品でしたよ。誰かが犠牲にならなければ問題は解決するのか、早急に問題を解決しなければならないのか、もっともっと熟考と思案を重ね慎重になった方がいいのか、いつか答えは出るの。なんか硬いな今日、すげえよ途中から難しい、俺たちが難しい、薄い空気が考えきれないして WB のカナンも演技上手くて、いい演技してたよ。してから演技といえば、世の男どもを手玉に取るスーズのビジネススマイルはさすがですが、うるさいわ。スーズの演技ってトラウマのホラー映画では絶叫するし、ミュージカルも舞台も絶叫してたしCM では自分でタクシー呼んどいて、タクシー来たらキャーって叫んでるさね。スズって叫び系女優目指してるの。そんなことないですよそんなことないですけどね。そこでゲストの大勢の皆さんはドラマや映画に出るとしたらどんな役を演じてみたいですか、あー、ということで考えたことある。ちょっとピーファムからお願いしていい、そうだね、俺ある、何、ゾンビやりたい。はあ、お前そしたらゾンビ A だよ。あ、役名、大役がゾンビ A。 いや、じゃあもう、じゃあ主役ゾンビ、主役ゾンビ、ゾンビが主役だった。ゾンビ界のボス、ボス、ボス主役持たないよ。あ、じゃあゾンビ側の視点からの、あ、人間が俺たちを殺してくる、あ、怖い。いや、実際動ってはいるけど頭の中は ちゃんと保ってる、あ、理性を。それゾンビって言わなくないですか。だけど体は襲ってしまう。あ、難しいな、人間の理性を持ったゾンビ。あ、でもじゃあ普通になんかあのゾンビ のメイクしたいっていうだけそういうことだね、単純に、ね、本当にゾンビ A でもいい、ゾンビ A、 ハロウィンを楽しんでください。あ、はい、終わったし、終わったわなんならやったわあ、やったんですか。あ、寿司ありました。寿司、あ、寿司、あ、寿司、お寿司、あの2人1組で全身タイツ、赤と白、シャリとネタ、あ、やってたね。そうそうそう、いろんなとこでやってます。寿司はいろんなとこでやってます、うん、ゾンビがよかった。あ、それがちょっとツイキャスを更新するので皆さん、ま、もう一度入ってきてくださいね。ツイキャス一旦更新します。はい、他にありますか、どんな役を演じてみたいとか。シュレも決まってるいや、なんか某緑の
紅の豚だ。違う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 。緑緑。あ、緑緑。沼に住んでるやつ。沼に住んでるやつ。カッパだ。カッパ。キュウリ、キュウリは好きじゃない。ああ。大体水だもん。栄養価低いもんな。なんだこのヘルストーク健康的なトーク面白いな、まあね、時間も時間なので曲流しましょうかね、はい、P-FAMさんじゃあ曲振りお願いしていいですか、P-FAMでホップステップチャンプルー。はいさあ聞こえてくるよ大きなこの地球の真ん中で小さな島ですが大きな輪を歌いながらそれめんそれ楽しそうね僕らの夢を空へ飛行機雲夢を描け晴れたらきっといい感じ雨ならそっとするしよここはチャンプルーマーファイビンはい、前城みすずの鈴カフェ、前城みすずがお送りしておりますよと、ここでぜひ告知をさせてほしいということで、具志川商業高校の生徒さんたちが来てくれてます。皆さんこんにちは。こんにちは。はいさい。まあじゃあ軽く自己紹介いきますか。はい、じゃあどうぞ。じゃあ自分社長から。はい、社長からどうぞ。自分が今回第23回具商デパート、はい、社長の川平和也です。よろしくお願いします。いい声。はい、よろしくお願いします。はい、続いて、副社長ではないんですが、はい、はい、監査をしております前田修也です。監査の前田くん、はい、はい、よろしくお願いします。自分が専務をしております、ヤカブシンです。ヤカブくん、よろしくお願いします。んで、同じく専務のメルゲンノアです。はい、お願いします。そう、中野町の和樹さんから来ております。具商の皆さん、チューブトリムマラソンお疲れ様。はい、トリムマラソン出たの、出ました、みんなで出ましたね。
はあ、そんなことある、はい、トリムマラソンにみんなで出るの、はい、出ましたね120名で120名で出るの結構なもんですよ。こうえ3年生でってこと、あ2年生で部活生で、あ部活生で、はい、あそうだよね、帰宅部とか出したら鬼畜だもんね。そうだよね、そうなるよね。まあまあまあ今日はまあラジオでもね先週ちょこっと触れましたけれども、12月3日4日に、はい、開催されるイベントの告知で来てくれたということで、今日は陸上デパートのどんなイベントなのか教えてもらえますか。ま簡単に言うと、はい、安心を売りますって言ったらまあわからないんですけど、うん、簡単に言いすぎてわからなかったけど、簡単に言いすぎてわからなかったね。まあ生徒が主体となって、はい、販売や仕入れ販売などを行って、うん、まあ、実践的な場で生徒一人一人の、まあ、スキルアップっていうんですかね、まあ、商業性ならではの行事の一つであって、うんうんうん、まあ、その中でまあなんて言えばうまく表現できないですけど、はい、まあな最高の行事です、はい、最高な行事まとめきれてないじゃないか下手くそですね自分いや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 いいですよ。まあね自分もびっくりしたんですけど、最初自己紹介してくれた時に社長のとか、はい、専務のとか、はい、ねこれも全部生徒会っていうこと、生徒会の中からっていうことではなくて、ではないですね、いいんだよ社さんに喋っても大丈夫なんだよマイク入ってるからねそうそう、え、まあ、これは社長はどうやって決めたの、社長とか、まあ、社長はもうこれはですね自分の強い思いで自分がこの第23回を引っ張っていくっていう気持ちで引っ張っていかないといけない、はい、自分しかいないなと思って自分から手挙げてやりました大丈夫、うんうんとか何もないけど大丈夫その他生徒のさんと何もないけど大丈夫、なんだろう、川平くんは、はい、愚小の間ではどんな生徒なの。あもう人気者ですね言わされてない、大丈夫大丈夫です大丈夫、本当人気者ってよ、はい、そうなの、なはい、まあ、言わされてない大丈夫まあね、まあ、ちょっと、まあ、カメラにもね見せてほしいんですけど、愚小デパートね、これは、まあ、さっきも言ったんですけど12月3日4日で、はい、まあこれどんなゲストさんとかが来るか、ゲストさんは今回、うん、ゲストさんに結構力入れてたんですけど、うん、まあ、例えば1日目は司会ではハンサムさん、はい、そうね、ハンサムさんね、ハンサムさんの次の日にやるのか私って思ってるよ一応すいません、まあ、構成的にまあすいません、はい、でまあ午後の部で結構純選手や、うん、ね、お笑い芸人の方もね、はい、いっぱい X ファクターの出場したマスタード、ツーマスタードアシュネさん、ね、はい、多分自分今回一緒に踊るんで、そうなの、もしかすると、はい、4日にやってほしかった自分しゃべりなしゃべりな、どうしたどうした、お社長踊る聞いてない聞いてないほら社員何も来てないよ、あれ大丈夫社長、ちょっとどうしたかな社内のちょっと空気が悪いですすいません、いいじゃないいいじゃない、会場は牛川商業、全部牛川商業、はい、全部牛川商業でやるってことで大丈夫、そうですね、はい、そう実はね先ほども先週も番組でちょこっとお話ししましたが、この愚小デパートで私と AAC のパーラナイサルの1年慎吾さんが12月4日日曜日の MC を務めることになりましてね、それで今日は愚小の生徒さんたちに来ていただいたわけなんですが、はい、どうね、ラジオ初めてのラジオ全然喋らないけど他の3人大丈夫なんだよ、喋っていいんだよ禁止用語じゃなければいいんだよどうなの、愚志川商業はどんな学校なんですか。とりあえず一言で言ったら、うん、明るい明るい、もうこれありきたりですけど明るい明るい明るくてダンスがうまい人がいっぱい、 あそうなんだ、え、意外との、あそう、まあ実はうちの妹が愚志川商業にいるんですけれどもね、ダンフェスとかよく行ってますね、ダンスフェスティバルみたいなのもあるんですよね、はい、ありますね、ここはもう愚小のこう魂が震える愚小イコールダンスなんだ、ダンスとグデパみたいな感じですねダンスフェスティバルと愚小デパートみたいなそんな感じですねいいね、楽しいね、愚志川商業、愚志川商業はどんな科があるんですか。どんな科、まあ5つ、うん、4つ1個なんだ1個なんだ4つあって、1つあって、
一つはリゾート観光課、リゾート観光課で、もう一つがオフィスビジネス課、オフィスビジネス課で、もう一つがマル、ビジネスマルチメディア課、で最後に情報システム課っていって、やっぱり商業を中心に、ね、はい、特色がある学校であって、いいですね。どんなことを学んでるの？ま、自分はビジネスマルチメディア科なんですけど、自分たちは映像作成とか、まあ、2年生の頃商品開発とか、すごいね、それをこの具象デパートに全面的に生かして、そうです、ね、このねイベントやっていくってことだもんね。そうですね、はあ、ノア喋ろノア喋ろ、喋ろいい声持ってるんだからそう、あの、いい、うちのね、そう、妹が具志川商業のリゾート観光課なの分かんないんだけど ね、みんな同級、高校3年生なんだよね、はい、ノアも仲良しじゃん、うちの妹と。仲良しです ね、仲良しよね、うちの妹は大丈夫、学校で叫んでるイメージかな。え、嘘でしょちょっと危ないですね。危ないの大丈夫じゃないさ、パワフルなイメージ強いっすいじられてます、いじられてる、絶対じゃない、一応なんかあだ名はシュレックって聞いて大丈夫、そうですね大丈夫あー、うちの妹、うん、ごめんね、なんか逆に元気もらうんじゃん、逆に、え、なんかでもやっぱりあれだよね、学校のマドンナ的存在ではないよねでも人気者っていやいやいやほらいるじゃない、彩色兼備で、彩色兼備でさ、ほらまあ、スラッとしてて可愛い人みたいな、 そういう感じではないんだよね、まあ、ないんだよねないんだよねうわー大丈夫かな、うちの妹来てますけど、ラジオネーム沖縄大好きさん、妹さんのスクールライフバレるよ、ラジオに流してしまうよ、 うちではね全然喋んないの、あの子静かですよね、静かなの、そうなんだ、家ではもうね、もう万年反抗期みたいな学校ではもう元気じゃん、はじけてますね、学校で、はあ、その学校ではじけすぎてお家で静かなのかなじゃないですかね、うちにもちょっとね、なんか欲しいけどな、まあ、まあまあまあ、うちの妹の話はいいんですよ、全然具象デパートの準備とか進んでるんですか、まあ、着々と着々と大丈夫、12月3日4日間に合う、はい、で、あとそ自分たち、CM 作ってるんですよ、CM 作ってて YouTube でおグデパって検索したら見れるんで見てください、うん、それをなぜ早く言わない一番いい言いたいことじゃないかいつ言おうかちょっと戻ってました、ね、いいね、YouTube でグデパ、具象デパートの具は、おかずの具とかの具で、あ、そうぐしかわ、ぐしかわの具です、いや、なんでそれが出てこなかったんだろうね最初ね、ぐしかわの具でカタカナでデパで検索したら出てくるそうなので、皆さんぜひぜひ見てみてください。じゃあもう一回言っとく、はい、いつやるかとか、はい、ま、簡単に覚えやすいのは、はい、ワン・ツー・スリー・フォーの3-4で、12月3-4ね、3-4で、はい、でも結構イベントは結構体育館でやってるんで、うん、イベント体育館に、体育館だけじゃないんだよね、体育館ではなくもう教室でもいろいろ食べ物とか雑貨売ってるんで、もうそれを買いながら体育館でパーティー楽しむみたいな、こんなデパートですけども生徒はガチなので生徒はガチなので、はい、ぜひぜひ、ね、ぜひ足運んで、それ誰でも入れるんだよね、そうですね、誰でも全然入れるんですよ、入れるんだよね、はい、変な人じゃなければそうね、12月3日4日、はい、何時から入れるの、ここには10時から、今年は10時オープンじゃん、10時から10時からオープンするそうなので、はい、私も12月4日は会場にいるので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、何か言い残したことないの、全然喋ってないけど真ん中の2人大丈夫、いけいけ、はい、喋ること緊張して頭が回らない、そうでしょ、一応テスト期間中だからね、え、そうなの、そうなの、木曜日のテストが頭から離れなくて赤点覚悟ではないんですけど、まあそんなこと言ったらダメなんですけど、ダメじゃない、怒られるじゃん、社長ダメじゃない、はい、先生が前で見てるんでそう、ね、厳しいこと言えないんで、はい、じゃあ頑張ってます、そうね、テストもイベントも頑張って、はい、ね、具志川商業をどんどん盛り上げていってください、はい、今日はありがとうございました、ありがとうございました、12月3日4日ぜひぜひ遊びに行ってください。ここで1曲です、プッシュ、今月のプッシュナンバーですね、 WB でキラから、
はい、前城みすずの鈴カフェ、前城みすずがお送りしておりますよと、引き続きナイスクラップさん、ピヒョムさん、よろしくお願いします。お願いします。ここでメールを紹介したいと思います。ブーン、キキ、ドカン、カランカラン、ミス、ヤッホーじゃないよ、またボロボロよ、またほら、また手当てしてあげるから、わーい、ミスが手当てしてくれる子供か。2分後、はい、終わり。コーヒー大丈夫だよね。うん、大丈夫だよ。お、今日はゲストさんいっぱいだね。というわけで、ミス、ゲストのピーホームさん、ナイスクラップさん、牛川商業高校の皆さん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、鈴カフェネーム沖縄大好きです。ということで、いつものノリがあり、沖縄大好きさん、いつもありがとうございます。仕事終わり Now です。疲れたっす。今週のテーマ、朝起きたら出勤時間過ぎてしまい遅刻した話、かっこ実はではなく、テーマフリー、そうですね、テーマフリーです。今日もありがとうございます。さてさて、今日はゲストにピーマムさん、ナイスクラップさんが来るということで、ミスがバンド好きにはたまらないと話していたので、どんな人たちか気になりました。今日の放送で知っていきたいと思います。質問ですが、バンドを始めたきっかけはありますか、ということで。では最後まで放送ちばりよ。あ、ミス、ミス、ん、呼びたかっただけっていうことで。カップルか。まあ、いつもありがとうございます。バンドを始めたきっかけありますか。自分はって ごめん誰だよってなると思うんですけど。ナイスクラップベースのチョマです。改めまして、はい、自分は中学校の時に、はい、あ、地元宮古島なんですけど、友達の家に遊びに行って、もう部活も終わって、受験シーズン、友達の家に遊びに行くと、ドラムがありました、ギターがありましたってとこで、楽器を始めたんです、触ったんですよ、初めてそこで、で、まあそれがきっかけですかね、で、高校に入って、軽音部に入って、おー、やっぱね、いっぱいきっかけ、そうなんです、実はバンドが大好きで、私も絶対そうだ。自分もバンドやってたんです、やってるコピーはなんですけど、でもポルノグラフィティです。おー、マジっすか。やば、そう、一曲ポルノグラフィティとか、ユリゾンスクエアガーデンさんとか、いろいろ大好き。ちょっと思ったんですけど、ウーバーワールドの拓哉さんに似てるって言われません？言われません。美味しいな、それ。あ、めっちゃ似てるんじゃん。ちょっと似てますね。斜め上から見たら。本当だ。まあこれはそれでいいんですけど。すいません。なあ、上げて落とす。これね、もう時間も少ないので、ね、インフォメーション行ってみましょう。再度イベントの告知お願いできますか。はい。はい。どっち。はい。今週の土曜日、はい、26日に。はい。こういうものをやります。沖縄アラウンド20ライブ、はい、沖縄の若い世代、まあ20代前後ですね、はい、の方を集めて、まあ、沖縄で活躍しているバンドさん、音楽活動している人たちを集めてっていうイベントで、僕たちの、まあ、後輩じゃないですけど、高校生、中学生、まあ、10代の方の夢を後押ししよう、まあ、これに感化されるといいなって形で、まあ、イベントをやっていくんですけど、はい、これがオープンが17時ですね、でスタートが17時30分、はい、で一般の方がチケット1500円、はい、前売りですね、1500円、はい、当日は2000円、学生さんは、1000円、はい、前売り1000円で、当日が1500円となっております。でドリンク代が別ですので、多分500円ですね、はい、かかりますので、少しお金を500円多く準備して、お母さんからね、うん、でお問い合わせなんですけど、はい、サザンクルーさんにお願いします、はい、電話番号0989439302ですね、はい、もう一度言っておこうか、はい、サザンクルーさんですね。、うん、電話番号は0989439302ですね、はい、ぜひぜひどしどしお願いします。はい、お願いします。絶対楽しいイベントだからね。ねえ、行きたい、行きたいな、うん、もう楽しいね。じゃあ行きたいんですよ、行きたいんですけど、自分もこの日ちょっとイベントなるほど、ね、なるほど、忙しい。まあでも終わったらね、終わって駆けつけ出たらいいなとは思っておりますけれども、 そうですね、うん、そして、まあ、こちらからもちょっとインフォメーションを一つ二つ、はい、具象デパート、先ほどもありましたが12月3日4日あります、10時からやってるので、具志川商業、県立具志川商業にて行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてカラーズではモデルタレントレッスン生も随時募集しております。興味がある方はぜひぜひどしどしお問い合わせください。ホームページやツイッター、フェイスブックのチェックもよろしくお願いいたします。すべての問い合わせは098-923-3358 098-923-3358 カラーズまでお願いします。さてエンディングです。さあ時間も残り少なくなりました。もうです。あとじゃあ1時間ちょっと伸ばしてもらって、延長料金延長料金お願いしていいですか。2500
5500円。延長でお願いします。何か言い残したことありますか？はい、すいません。あるですね。ガチの言い残したこと。ガチで言い残したよかった。が、はい、株式会社サザンクルーさん、はい、で、企画制作が株式会社サザンクルーさんと株式会社カラーズさん、はい、で協力がタワーレコード那覇流亡店となってます。よろしくお願いします。お、ちゃんと提供読みする。そうなんです。えらい子、はい、で僕場所行ってなかったと思うんですけど、はい、那覇の大事、はい、那覇のアウトプットっていうところでやります。ゴーパチから、はい、右に曲がってどこ右に曲がるの？どこ？那覇商業高校近く。マシな子だと思ってた。ググってググってゴーパチから1本入ったところなんで。そうですね、はい、すぐね行けると思うので、アクセスは簡単なので、はい、遊びに来てください。ぜひぜひ遊びに来てください。楽しかったですね。あっという間。楽しかったです。楽しかったですよ。私はもう感無量です。なんか優勝したらまたね今度ね曲とか出たらぜひぜひバンドごとに遊びに来てくれたらなと思う。今日ねなんかやっぱりあれでしょ、喋り足りないでしょ。ニヤッとすな。普通にうんって言っちゃった。そうそう、喋り足りないからね。喋り足りないと思うのでぜひぜひ、まあ一人でも全然いいと思う。ほう全然と遊びに来てください。じゃあ来週皆さんお待ちしておりますので、やめてください、はい、やめてくれ。ぜひぜひね、まあ今後もね音源もいただいたのでぜひぜひプッシュナンバーとかにかけさせていただこうと思っておるので、ぜひぜひまた遊びに来てください、はい、さて鈴カフェそろそろ閉店のお時間です。今週もありがとうございました。来週も聞いていただけると嬉しいです。この番組はモデルタレント事務所カラーズの提供でお送りしました。鈴カフェお相手は前城みすずでした。またのご来店を心よりお待ちしております。またぜひ遊びに来てください。はい、それではエンディングナンバーです。 WB でハンキンデア。